山に囲まれた大台町は土砂災害などで道路が寸断される恐れがあり航空写真の提供は孤立集落などの迅速な発見につながると期待されています今日は大台町の大森正信町長と中日本航空調査測量事業本部の鈴木浩二本部長が出席し協定書にサインしました中日本航空が 県内の自治体と防災に関する協定を結ぶのは大台町が初めてです今後中日本航空は災害時に町からの要請を受けた場合ヘリコプターなどを使って被災した地域を撮影し提供を行います計画をまあ早期に立てていかないといけないと というところであのこういった写真というのは、まず第1段階のです、ね、情報になってきますんで、メリットがあるんではないかというふうに考えております災害時には、本当に、えー、緊急車両も通行できないような状態になって、えー、現状が分からんということで、航空写真の方にお願いしたような次第でございます、詳細がわかるような状態になってくるんで、ありがたいことを存じます。